なんかね、まあね、なんとなくほら、穴ぐらいに入ってるような。そうそうそう。ね。これ、外との関係が、普通のうちにいて、外を出るのと違う感じでしょ、これ。なんかね、なんか穴ぐらい入って、外に出れないんじゃないかというような。こうやって絵をおかずになるでしょ、うん。ラブライブって上からこれでも重ねられるし。そうだ。うん。先生、いつも入るんですか、うん、ここでおしまいって、この絵が。うん。裏返すんだ。うん。二三週間見ないで、うん、裏返して、うん、また見て、うん、あ、もうこれ以上自分は今の自分をこれ以上書けないと思ったらそれで終わり。うん。しばらくこう。そうそうね。そうせ。うん。このまま見てたら、見せても、筆が進まんときは。そうするには手がないですね。ああ。やっぱりその、そういった方法っていうか、煮詰まるというか、そういうことがある。うん。煮詰まるというか、なんて言いますかね。まあ、自分の嫁さんみたいなもんですよ。嫁さんってのはおかしいけど、しょっちゅうこう、朝起きた時から見てるでしょ。はい。そうすると、その顔が美人なのか、不人、ね、不人なのか、うん、世間的に一般に、水準も、何も分からなくなりますよね。はい、はい。ね。だから、しょっちゅう見てると分からないし、だから、それは、しばらく会わないでいると。そういういや、やっぱりね、会おうか。そのしばらく会わない相方が、つまり街で偶然会ったりするとね、あれは、あれは、俺の顔だって会わない。あんなに本人見るのかっていうの、意外性がありますよ。はい。あの意外性が欲しいんだな。うん、なんか、他人の目で見る感覚が。うん、もう見慣れてるとね、うん、あ、いつもの顔じゃないかという。あ絵を見ても、ね、分かってるよってなるんです。だから、いいのか悪いのか、進まないんですよね。今この絵は、上とした天地はそのままですよね。天と地。うん、で、先生こうおっしゃったんですよ。うん、天と地をひっくり返すときがある、うんうん。それは色のバランスを見るんだと。うん、まあ、それどういうとか知らんけど、うん、そうするとね、なんとなく、成長のときと違う見え方をするんですね。うん、それどう言ったらいいかな。まさか嫁さんを逆さまにして見てるわけじゃないんだけど、ひっくり返すことによってですね、うん、何かこう今まで違う見え方がするのかなって、うん、いやなんかね、ひっくり返すとそうやっぱりなんか今までと違う見え方でも絶対に違うものになりますよ。だからまるっきりね、しばらく置いて見るのと違って、これは違うもんだから、天地が違うと。うん、だから、これもまた、それからね、ひっくり返したら、そっちの方がいいってことはありますね、あれ。僕がパリにいるとき、尊敬する日本のおじいさんがいましてね、はい、椎名貞治ってよく本に書いてる。はい、その椎名さんと一緒に、だいぶ田舎の大きな役所屋に住んだことがあるんですよ。フランスの子が持ってる別荘だったけど。で、その村だから、で昼間僕は村に行って、外に行って、油絵描いて、夕方帰ってくる。そう、修行さんがね、あれある時ね、進んでるのかねって。もうだいぶできたねって言うから、ほとんどできてますって言ったら、よし、わかった。持って帰ってきたの。見せてくれって言うから、こうやったら、逆さまにしてみせろって。ね。ああ。だから、君は武将だと言ってたね。ああ。武将で逆さまにしてみたら、何が書いてるかわからんでな。武将になるのかって。うん。ねえ。それはね、はぁ、と思いましたよ。ねえ、例えば、まあ、なんだっていいやね。
で、これ、テープの上にこれ貼り寄せてる。これを、こうやったら、武将だったら、これでも、テーブルはテーブルで、わからなきゃいかん。ね。ところを逆さまにしたら、何の絵かわからないっていうのは、それでも武将と言えるのかねって。どう答えていいかわからなかったですね。それパリ時代のことですね。それパリ時代。随分先生、お若い頃。今は、先生、その同じ質問を受けたらどう答えますか？私はね、本当はだから、武将とか中将とか分けられるもんじゃないなと思う。そしてね、僕らが見てる、武将と思って見てるものは、自分で作り上げてるなっていうの。つまり、ね、猫なら、猫の絵だったら、猫を知ってるから、なんとなく猫に似たような描いてあれば、あ、猫の絵だと思い込んでる。だけど、猫というのを一回見たことがなかったら、いくらそれを具体的に変えたっても、抽象も変わりがないんじゃないか。ね、見たことなければ。だから、絵から見たよりも、絵を見て、自分を知ってる実験を引き出して、それ当てて、あれ、無常だと思ってる。だから、頭で作ってる面が多いですね、見てる面が。だから私は、西洋に行っていかないときは、なんだろうなというのは、向こう行ってみたら、ああ、これを描いたのか、というのは。そう、レムラント光線とか言いますよね、なんかこう。そうレムラント光線というのは、上から光が当たってくるわけですね。なぜ、人の顔が上からの光線で、こう、陰影画で、こうできてきて。そしてね、何を、オランダに行ってみたら、クレナズムのが、ずわーっとクレナズムですよ。そうするともう3時頃から6時、7時というぐらいまで、同じ光線がじわーっと映ってくる。そうするとね、向こうの人たちは、ケチだから、電気はあまり使わないのね。まあ、日本でもそうでしたけど、電気というのはとても高いもんで。だいたいそれと昔から、建物の方が先で、電気は後から作ってるから、電気の発明と同時に家ができてるわけじゃないから。みんな電気なしの家を作ってますよね。昔の。で、オランダの家はもちろんそうだから。そうするとね、夕暮れになるとみんな少し薄暗いから、外に出て本読んだり喋ったり、編み物したりするんです。まさに英語だと見えるし。ね。路地でみんな編み物してたり、こう本読んでたり、まで出してこう読んでたり。そうすると、光を上からガーッと当たって。何のことだよ、向こうの人間を描けば、みんなレムラント光線になるわけだ。だから、それを知らないと、ああいう上からの光を当てて、人間を出すというのは、レムラントの発明に思い込むんですね。だから、家というのはね、見てるのそこでね、作り上げるのね、今まで十分見てるにもかかわらず、他の人と比べると、ちょっと違うもんだから。だから、あれはレムラント光線だ。日本の場合、やっぱり、日本で作り上げてる面は多いですよね。向こうの人が見たとき、何を書いてるのかわからないってのは、よく、僕は質問を受けましたよ。浮世絵なんか。これ一体何を書いてるんだって。見たことないとね、これは橋だよとか、家だよとか、家の前に幕が張ってあるんだよとか、見たことなかったら、何にも見当つかないから。僕は一回非常に不思議だったのは、パリでね、日本の名画展があったんですよ。日本がいい作品持ってきたの。歴史的な。で、ここに並べた。その時フランス人の絵描きと一緒に、ね。そしたらね、こう、画面の片隅にこう、長くやって、船がね、で、漁師みたいなやつがじーっとこう、立ってる、よくある絵ですよ。で、なんか久しぶりに見て、やっぱりなかなかね、東洋の絵もいいなと思って見てたら、これは何だって言うから、船が浮かんでるんだって。どこにって言うから、水の上に行ったら。じゃあこれは水かって言うから、何も書いてないと。
だから川か海かっていうか、そんなことは知らない。とにかく画面全体に、水の中に。飲み物はどうしてこれが船浮かんでる。わかるのっていうから。穴で作ってるんですよね。見慣れてるわけだ。影が言うな。船が浮かんでたら、その船の影が水にあるだろう。ね。それから、あの、水の波の説明があるだろうと。向こうに靴があったら、靴の靴があるとか、木陰がここにとか、何もないじゃないか。ただ船、実は、でこれは船だというのは、お前が思うだけで、どこに浮かんでるか、説明は何にもない。何のことは僕ら見られてるんですよ。その絵に。だから、あ、船がある。それだけじゃなくて、あの、源の頼朝像という、この尺を持ってる。足がこれ。はい。そしたらね、素晴らしいという。もうこの何世紀も前に、こんな通称会話をやったという。考えられんという。ああ。どこが通称って言うんだろう、ね。これは人物を、これほど通称化した絵は、ないという。おお。ここをね。ほんでね、だからこれは着物だって、わからないわけ。あれ、紙仕事とかね。うん。それがね、着物着てんだったらね。わからない。あの、顔と足までがこれぐらいなんですよ。はいはい。こう、カチャカチャだと。はいはい。で、着物着てるんだ。じゃあ胴体はって言うから。胴体の上に着てるんだと。短いからね。はい。こんなの入りようがないから。で、これぐらいで足がこう出てるんだ。そうですね。胴体抜きにして、手だけじゃ、手も何もないんですよね。わからないわけ。こう。で、ただ、あの、こうした通常形態の上に顔がある。これ素晴らしい、ね。なるほどね。うん。だからね、あれ、日本人が、あれ、向こうの上に見ておくと、向こうの人は、日本の意味で、かなり見方は違うんですよ。そうですね。うん。僕ら共通して、世界美術で、いい目とか、ダメージはいいとか、かなりあの見方はね、とんでもないところで、感激してる人が多い。話を戻るんですと、私はあの、ヨーロッパへ行きたいという気持ちが、非常にね、もう死ぬまで何度としてでも、つまり油絵描いてて、油絵見てるから、油の本場に行かないと死ねないよという気持ちがあったんですね。はい、大方の人は、つまり油の本場に行って、本場で勉強したいとか、本場の絵を見たいとか、なるほど。そうじゃなかったら僕はね、その土地を見たいと思ったんです。ヨーロッパのね、西洋を見ますよね。あと、ね、違う風景ですね。はい、違う風俗なのね。でそれでいいよあるいは別として本当にねこういう世界があるのかなという、ね、本当にあのこういう景色があるのかなとそれのね絵描きが誇張して作ったのか、どうなのか そこを自分の目で見たいと思ってあのこれ逆に置き換えて話すと話は早いんだけど例えばニューヨークならニューヨークの美術学校があって、はい、その中に日本画家という科があって日本画が憧れた生徒さんが日本画を勉強しているとそうするとその人たちはね、奈良の大仏の絵があったり、うん、清水寺があったり、はいつまり奈良の景色があったりとか、そんなの見ますよねそれの絵をたくさん見るわけ。そうするとね、これは作家がどっかで誇張して作ったものなのか、あの富士山なんての山の絵がたくさんあるけど、これは本当の山なのか、絵描きの中で作った理想の形なのか、ああいう形を見たことないとね、信じるわけいかんのですよ。こういう絵があるんだよじゃなくて、絵描きが作ったもんじゃないか。でもしあるとしたら、どのようにしてああいう表現になったのか、かなり似ても似つかないもんじゃないかとか、ね、
で、それというのは比べようがないから、その国にね、アメリカに富士山もなければ清水寺もないから、比べようがないとね、似ていたのも考えられないから、見当つかないんですよ。ほんでこれがいい風景画、いい風景画だと言われても本当のものを描いたのか信じられんから、そうすると僕はあの西洋画あの絵を見た時に窓辺描いてあったら、窓開けて窓の縁に何か花がポンと置いてあったり、あの果物入れの籠が、あのこうガラス戸の置いてあるんですね、はい、こんな厚みがあるわけで、今僕ら見てるからそういう西洋館どっか行けばあるから不思議思わないけど、僕はパリに行くまで、西洋の建物ってのほとんど知らないから、みんな障子と襖で、だからそんな障子のところや襖のところや花瓶置いてなんかありえないから、一体ね、建物がどうなってるのか不思議でしょうがなかった。そういうの一回見てみたいと思って、つまり絵描きが誇張してああいう立体的にこう物を作ってるのかどうなのか、もういろんなテーブルがあんの、こんな木がこんな厚さでできてるの、あれ本当なのか、僕らちゃぶ台ですから、ちゃぶ台のね、あんなに厚いのは本当なのか、そればっかりで絵描きが作ったんじゃなかろうか、一回それ見たいというのはそればっかりでしたよ。なんかその今デジタルって言いますかね、うん、この携帯電話だってなんかちょっとスイッチを押すとフランスの風景が出てきたりしますけれども、それでは便利なんだけど、それだけではちょっとやっぱ、うん、それ見て絵を描くわけにはいかんでしょうかね、いかんですね、うん、やっぱりこう手に触れるこの距離感がないとね、うん、それとやっぱりそれ動くものは動いてくれないとわからないんですよ、なんだか、うん、だからね、うん、馬の模型だけあったってなんだかわからないよね、やっぱり馬が動かないけどね、だから物の見方はどういうことなんだろうな。僕はあの西洋に住んでみたら、あの、物の見方から、人の動き方から、まるっきり違うってことが分かりましたね。まずね、あの、食堂に入って食事するんですよ。はい。あの、僕らだいたい食べるもん持ちますよね。はい。持って食べますね。うん、ね、向こうは、これで、もう持たないですよね。はい。容器は。はい。スープでもあるもん、これね。はい。一旦口に入れたものは、ものは吐き出さないんだ。日本は吐き出す食事が多いですよね。うん、食べて、あれ吐き出すとか、うん。そうするとね、食器 の用途が違うもんだから、形がかなり違ってくる。それから、あの、スープはスープだけ、野菜は野菜だけ、肉は肉だけのお皿でないと、もう全部味が違う。はい、日本はね、一つのもんで間に合わずね、うん、そこらのね、あの、融通の利かし方っていうか、はい、これがね、抜群です。まあ、あの、素晴らしいというか、西洋と大きく違うんですね。だから、例えば、向こうだったら4人招待されたら、本当に4人行かないと、5人行ったらはみ出すわけですよ。はい、ね。ほんで4人だったら、きちんと。4年分の1タイプ。日本の場合は、一人友達が会ってから、連れてきました、って思う。あの、なんてことない。融通が効くんだね、はい。あのね、融通が効くというのは、日本だけの、あの素晴らしい文化だということが分かった。3月、2月、3月ぐらいからコロナでね、大騒ぎになりましたけど、先生、挑まれて、なんか生活はお変わりになりました、コロナ。もう、僕自体はあんまり変わらない。それと今、僕はもう足が弱って、外出れないもんだから、うん、何もコロナのせいじゃなくても、外出れないし、状況としては変わらないですね。やっぱコロナって、どういう
ウイルスか知りませんけど、初めて未知との遭遇と言いますかね、うん、知らないものと出会うとなんかみんなうろたえるんですね、うんうん、そう今まで僕らあの敵の状態が分からなくて、あのこっちで構えろって言われたことなかったから、うんね、どう構えていいか見当つかないですね。つまり僕は僕の知ってる誰もコロナにかかってないんですね。はい。で、新聞やなんかでコロナって言うから恐ろしいと思う。実際にそのコロナというもの、正体みたいなもの、誰も見てないのね。うん。はい、そして、横で倒れた人もいなければ、ただ、ね、そういう宣伝をされてるだけで、うん、本当は何もなかったよって言われたら、あ、そうだろうなって。うん、もう外していいですから、外したら何もないじゃないかって、ね、どこがこう見渡してじゃあどう変わったかって、何でも変わってないけど怖いんだよって言ってね、で怖いんだよ怖いんだよって言ってね、うん、だからみんな怖がるから怖い怖いって言ってるけど、本当はどこに怖いのがあるのか誰も正体がわからないね。正体不明なの、うん、でも正体が見えないからみんな騒ぐつもりよくわかりますね。正体が見えない騒ぎ方っていうのはあるもんですね。どこに向かってどうやっていいかわからないという。そうです。非常にね、だから戦いようのない、うん、あの、ただあの、守るだけというね、戦いっていうのは打ち込んだり、引きたり、ただ守るだけという戦いっていうのは、戦いになるんですかね、だからね。ねえ、違うんですね。防備一方だって。しかもその防備ってのは敵の攻め方を見て決めるもんだけど、何もないというね。で、人が、こうすりゃ怖いんだよ、こうすりゃ怖いんだよって言うから、おう、そうかって言うだけで。あのね、それでやられたやつを目の前で見てないから、どういうやられ方するのか、不思議ですね。来年でしたかね、12月でしたかね、100万円の歳は。今年の12月です。今年の12月ですか。100年間ですね。そうですね。生きてこられてね。うん。今のコロナ、どうしたらいいんじゃねえかな、みたいなことありませんか。コロナがもうすぐ楽になるんじゃないかとかですね。いや、それ見当つかないですね。ただね、あれ年ってのはおかしいね。もうあんまり先が長くないと思うと、コロナというのにやられれば死ぬんだから、少しだけ死ぬのは早くなるなという、そんなことですね。僕は晩年のね、感覚すら、こういうもんだと初めて知りましたよ。非常にね、そういう点ではね、気が楽なの。だから、ある時、どっかで災難になって僕は死んでも、ああ、今死ぬのかというような、手の先がそんなにないんだから。だからね、そうするとね、何をやってもね、半分死んでるようなもんですね。もう自分で分かるの、この一年一年が。どれくらい、すさまじいかというのは。もう雪崩を打って弱っていってるから。ちょうど、このベルトが、使い古して、弾力がなくなって、ええ、で、そして、そのうちに伸び放題になって、それから、伸びたやつから、ポロポロ落ちていって、もうそのポロポロ落ちかかってるところまで、はっきり自分で体が分かるから。もうね、昨日はここまで歩けたのに、もう歩けないのかとかね。きちんと手がここまで来たのに、上がってこないのかとかね。足は、あそこまで行けたのは、今こうしないと、もう立てないのか。毎日ね、どんどん。それから、こうやって皆さんお帰りになってから、今日の昼間なんかあったかな、あの時。記憶は半分ぐらい。もう忘れてるんですよ。ほんと、千里に、今日は大勢できて、写真撮ったじゃないって言われた。ああ、そうか、ってのもね、もうなるんですね。だからね、何もかもがずっと遠のいていって、それ日に日に大きいから。今から5年生きるなんてことは、まずないと、自分で。そうすると、いろんな考え方が変わってきますね。先生はそのお考えがね、うん、日々年ごとに変わってらっしゃるとすれば、絵もやっぱり変わったなというのがある。絵もね、時々ね、何を描いてんだろうなということがありますね。はあ、自分で。
うん。何をこれを書いてんだろう。だから人から、ああ、いいねって言われて、褒められても、どこが良くなってんのかよくわからないっていう。それはなんか昔の中国の仙人みたいなもんだね。だからね、とても僕は楽でいいなと思ったのは、仙人が小屋にいて、竹がなんか流れてこうやってるから、はい、眺めてるだけだから、あの境地かなと思ったら、何のことない。自分はあれだ、別に孤立してますね。みんな孤立して、みんなよそのもんなのね。それとね、その孤立していく自分をあんま恐れとってもしょうがないですね。しょうがない。うん、はい、僕はもう人生100年ってのは長すぎるということをちゃんと分かってるもんだから、去年の夏かな、はい、今年かな、はい、僕は一旦死んでて気がつかなかったんですよ。すごいです。そう。だって入院しててね。あ、うん、そして、いや、大変だった、大変だった、みんなが言うから。で、先生に聞いたら、病院でずっと看病してて、もう医者も大丈夫ですよと言うから、帰ったと、先生。帰ったらすぐ電話かかってきたから、言ったら、僕はもう、呼吸してなかったって。で、ね、顔も生きてなかった。で、医者も酸素吸入必死だってやってるけど、元に戻らないと。一晩中動作をしたらしい、医者も、ね。僕全然知らないんですよ。で、吹き返して、朝だって。朝夜明けて。どうしたろって言ったら、え？そうでしたか。うん、ところがね、知らないから何でもないんですけどね。知らないけど何でもなかったんだから、よかったと思ってたら、言われたことによってね、いつの間にかね、俺は知らないうちに、簡単に死ぬんだなという、命はそんなもんだという、がっちりと、見つけられてしまって。だから、寝るとき、このまま目が覚めないっていうことはあるんじゃないかとかね。今度はそういうのがあるんですね。だから、そうすると、いつでも、死の、恐怖と言っちゃおかしいけど、もう死んでもおかしくないんだよと、常にこう言われて、いろんなことをやってるな。だから一つ一つの動作を、自分の中で、交換して価値を交換しながら、今こんなことやって、一生懸命やる必要はないんじゃないかとか。もう僕の年の人は、同級生が一人二人いるけど、みんな頭いかれるんです。ああね、おかしいか、ボケてわからないから、はい。あと僕はあれから、正確にまだ覚えてると、読んで思うから、うん、今のうちに、100歳の人はどういうものなのか、うん、日々の生活を記録するのは日記じゃないかと。はい。まあ、アトリエ日記です。アトリエ日記。はいはい。それとは読者からね、はい、少し悲観的な言葉で多すぎるから、うん、もっと活発に生きる道の方で、変えてくれていつも。そうですか。うん。そうするとね、それじゃ、励ましなことばっかり書くのかなと思って。もうやっぱり、あんまり正直に書いたんじゃ面白くないのかなと思って。だけど、あんまり記録した人がいない。みんなね、人間は先輩の経験者の、経験を見て、習って、真似して生きてきてるんだよね。子供の時は大人の真似してる。大人の時はじいさんの真似。じいさんになってみたら、これ以上の真似する人がいないんですよ。だから、どうやって、これが先は独創で生きていかなきゃいけない。